この木よ。顔と同じぐらいの。これこんにゃくになるんだって。今回は番町の畑で採れたこんにゃく芋を使って手作りこんにゃくの豚汁作り。こんにゃく農家直伝、手作りこんにゃくの作り方を教えていただきました。柔らかい。思ったより見てるより柔らかくて。お餅みたい。手作りでしか楽しめないこんにゃくのおこげ。これおこげついてる。やった。おこげについてる。いただきます。おいしい。おいしい。さあ、今日はいよいよこんにゃく。こんにゃく農家の沢浦さんをお呼びしてます。よろしくお願いします。します。はい。今日はこんにゃく芋を掘ってそれを。こうしてこんにゃくを作るところまでそうですなるというふうに、はい、初めてです。はい、どれぐらいの時間でできるものなんですか？大体2時間から3時間ぐらいでできると思います。はい、作ったことあります？ありません。こんにゃく多分作ったことある人ほとんどいないと思うので。そうですよね。はい、私もないです。楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。まずはこんにゃくの収穫。でも今何にもないですけど、これぐらいの高さだったやつがどこ行っちゃったんですかね。いや本当にちょっとね、名残はあるんですけども。こんにゃくの種芋を植えたのは6月。最初はソフトボールぐらいだった芋から2ヶ月後にはこんなに大きく1メートルほどに育っていたんです。番町の地で太陽の恵みをいっぱい受け育った地中の芋はどんな状態なのでしょうか。これは掘るときはどういうふうに、はい、これ掘るときです、はい、これあのまああのこういった道具で、この辺からぐさっと入れます。奥深く入れます。入れてでこれを持ち上げて。大きい。大きいですよ。エレさんこんなに大きい。大きいこんにゃくになってますね。大きいこんにゃくですね。はい、多分 2キロ2キロぐらい、これ2キロ3、500ぐらいあるかな。すごい。4ヶ月でおよそ5倍のサイズに育ちました。ちびっ子たちが集まってきて、佐藤隊長もこんにゃくの芋掘りに挑戦です。はい、うわすごい。わわわわわ、大きな塊。大きい感じですね。土持ち上げましょうか。ちょっと、はい、よよよ、わー大きい大きい大きい。さっきのと同じぐらいじゃないですか。そうですね。ちょっと土を取っていきましょう。これも結構大きいですよ。すごいこの大きいよ。顔と同じぐらいの。これこんにゃくになるんだって。これがね、はい、植えた玉、植えた芋なんです。あ、ここにね、はい、あ、本当だ、取れた跡があります。で、だから芋っていうのは、肉芋は植えた芋が全部栄養を使って上の木を作って、はい、で大きくして、その後今度新しい芋が育っていくんですよね。じゃあこれとこれは全然違うものなんですね。違うんです。はい、だからあのこんにゃくって毎年毎年更新されるんですよね。でこれが花芽ですから、はい、来年これから今度花が咲いて、そうすると種ができるんですよね。なるほど。はい、どんな花が咲くんですか。ね、臭い花が咲きます。臭い花。じゃあ収穫できました。はい、それではこの立派なこんにゃく芋でこんにゃくを作ります。はい、いよいよこんにゃくを作りたいと思います。いや初めての経験なので楽しみです。今回沢浦さんには2種類のこんにゃくの作り方を教わります。まずは簡単な作り方を紹介します。ステップ1、下茹で。ちょっとね、早めに茹でるように、はい、もう小さく切ります。はいはい、こんにゃく芋 1.2 キロを下茹でしていきます。ここで沢浦さんからこんにゃくを作る時の注意点。素手で触ると痒くなるんですよ。肌の弱い人は赤くなるし、だから手袋して作るのは鉄則なのと、あと、これが目に入るとですね、はい、僕目が痒くなって仕方ないんですよ。痛くなって、だからこんにゃくをこうやって芋から作る時には、はい、眼鏡をしたり、そういった風に目を守るっていうこともとても重要なんですよね。
皆さんもお家でこんにゃくを作るときは十分注意してくださいね。この包丁のところにちょっと白っぽい、はい、液がありますね、はいはいはい、この液の中にセラミドっていうのがあります。セラミド、あ、お肌とかに大事そうな。そう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 、こんにゃく芋から作ったこんにゃくってセラミドがたくさんあるので、美肌に効果があるんですよね。あ、いいことばっかり。それではこんにゃく芋に竹串がすっと入るまで中火でおよそ15分ほど茹でていきます。ステップ2、茹でた芋をミキサーにかけてボウルでよく混ぜていきます。最初はこのようにペースト状ですが、粘り気が出て固まってくるまでしっかり混ぜていきます。ある程度固まったら炭酸ナトリウムを水で溶かし凝固させていきます。柔らかい、思ったより、見てるより柔らかくて。お餅とどうですか？お餅より弾力がない感じですね。こうやって掴むと切れちゃうので。粘り気が出てくるまでしっかり混ぜたら、ステップ3、形成したこんにゃくを茹でてアク抜き。こんな感じでですね、丸めてね。この形見たことある、うん、これだからお湯の中に入れてるんですね、はい。でこんな風にやってみる。ちょっと水をつけながら。今年の初めやったおにぎりと同じ要領ですね。本当ですね。ほら、こんな感じですか、ね。ね、昔を思い出しました。最初はこれからスタートがうち。あ、そうなんですね。手で丸めてこうやって、ね、作ってます最初は。そうですか、そうなんですよ。とここで佐藤隊長がある秘密兵器を。これで大間さんの形を作ってみようと思います。大間さんこんにゃく見たことないですよ。うまくできるかな、ね、馬だけにね。あ、でも結構うまくできそう。ほら、あ、いいじゃないですか。このまま入れちゃえばいいですか。あ、そのまま入れないと膨張するからね、形変わっちゃうんだよね。気になる仕上がりは後ほど。続いてはおこげが楽しめるこんにゃくの作り方。ステップ1、ミキサーにかけて火を通しながら混ぜていきます。こんにゃく芋がペースト状になったらとろ火にかけ糸が引くまで混ぜていきます。水分がなくなり粘り気が出たら火を止めます。お餅みたいで、かなり粘度が。ステップ2、炭酸ナトリウムを入れてよく混ぜます。こちらも先ほど同様、水で溶いた炭酸ナトリウムを入れて糊状になるまでかき混ぜていきます。これをずっと混ぜ続けるとまた塊になってるんですね。へえ。でこれがおこげ。おこげ。これがねまた美味しいのが。へえ。実はこの作り方しかできないですよ。今の作り方だと、はい、おこげなんか絶対できないですから。へえ。粘りが出てきてこうなってくると出来上がってくるんですね。これでね、少し置いといて、それでその後今度アク抜きをします。はい。はい。ステップ3、お湯を入れてアク抜きをします。たっぷりの水を入れたらこんにゃくを鍋から剥がしていきます。次にこんにゃくを包丁で切ったら10分ほど火にかけアクを抜きます。うわ、カップ浮いてますね。もうだってさ、食べられそう。見たことあるこんにゃくになってきた。そう、本当にそうですよね。最初はね、うちね、だからこういう風に丸いこんにゃくを作ってたんですよ。四角い型が買えなくて。手作りで作ってるっていうのがよくわかる形ですよね。ね。あとは、はい、蓋をして、ぐつぐつ煮れば OK です。はい。それでは完成したこんにゃくをご覧ください。まずは大馬さんの型で取ったこんにゃく。こっち、はい、じゃあ。かわいい、なんかぷっくりしましたね。さあ、取ってみましょう。よいしょ。あ、これもだもん。ふくっと膨らんでますね。うん、できた。
はい、ほら、お馬さんこんにゃく、あ、いいですね。その他も綺麗に形がキープできていました。皆さんもお家で作るときは好きな型に入れてみてください。じゃあこっちもできました。わー、すごいすごい。じゃあこれで、これは煮物に使って、これはこのままみんなで持ち帰り食べてください。ありがとうございます、はい、じゃあ実は向こうで豚汁を作っているので、このこんにゃくを入れていきます。そうですね。じゃあ早速開けます。はい、うわすごい。おお、こんにゃく、こんにゃくが美味しそう。染みてそうですね、味が。早速こんにゃく入れて、すごい、こんな贅沢にこんにゃく入ってる豚汁初めてですね。うわ、いい香り。それでは採れたて、作りたてのこんにゃくで作った豚汁をいただきます。いけますか。うまい。これおこげついてる。やった。おこげもついてる。いただきます。おいしい。おいしい。今までの人生で豚汁って大体豚の方を探すのがこうメインだったんですけど、これはこんにゃくが主役ですね、完全に。これは美味しい。しかも美容と健康に。出来たてのこんにゃくで作った豚汁、美味しそうですね。皆さんもぜひ試してみてください。